さあそして続いてまいりましょう。続いてはよさこい塾まいまいこんこの皆さんです。今回のテーマがひまわりということで、はい、どんな大輪の花を咲かせてくれるのか楽しみにしてください。それではよさこい塾まいまいこんこの皆さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもこんにちは、よさこい塾まいまいこんこと言います。どうぞよろしくお願いします。派手さはないですが、中学生のあどけなさと大人のしなやかさで頑張りたいと思いますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。さあ、
よさこい塾まいまいコンコの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。